今日はね、大親子喧嘩になると思いますよ。まあ、お客様から電話が来たんですよね。あのドバに誰もいないんですけどっていう電話だったの。何をそんな連絡も入れてこんと勝手にぶち切っとんの。いや、全然何もないって。すいませんね、わがまま言って。はい。はい。おはようございます、皆さん。今日も朝早くもっと6時半に起きてる人たちは大変ですね。違う、6時半に見とる人たちか。え、5時半から5時半5時半か、はい、5時半から見てくれてる人たちはもっと寒いんだろうな、今日ね。今日はね、大親子喧嘩になると思いますよ。何が起きとるかというと、まあ足場時代の買い取りって今塗り替え道場でやってるんですけど、はい、ちょこちょこ持ってきてくれる方がおるんですけど、はい、その方が今日、まあ、来る予定だったらしいの。俺は知らんよ、持ってきてくれる人とその親父、多分今回は事務員さんを間に挟んでやってくれてるよ。事務員さんがお父さんにいつだったらいいですかっていうのを聞いてくれてて、うんうんうん、で事務員さんがそのお客様に、うん、この日だったらいけそうなんですけどみたいな多分、うんうん、話をして調整をして、そう、この日にしますとかやってると思うよ。そこまでやってたろ。でそれでそれでまさかのクソジジイが、本当ね、まあ自分の父親がクソジジイなんていう息子はどうなんだっていうコメント欄が荒れると思いますけどお父さんとしては、まあ、尊敬しとるけど、まあ社員としては許せんね、これは。そうですね。何って言いますと、その、はい、まあ、お客様から電話が来たんですよね。売ってくれる人から電話が来て、うんうん、あのドバに誰もいないんですけどっていう電話だったの。まあ、みどりちゃんが対応してて、うん、ちょっと一回確認しますと、うん、確認して折り返しますって言って、お父さんに電話して、うん、言ったら雪だから行けないよと。だからかあの、うん、行ってませんみたいな、ドバイにも行ってないし、うん、今からも行けませんみたいな感じで、うんうん、ほったらかしに無視しちゃったことだろ。そう、誰にも行ってないのか、相手に先方にも行ってないってことだろ。そうで、だみどりちゃんが、うん、あ、本日雪で行けないみたいでみたいな、あったんか、相談しろよ言い始めて、これはやばいぞと思って、お前横に聞いたってな。そうそうそう、確かこのミオがその岐阜から来てくれてる人だと思ったから、ここで返すわけにもいかんなと思って、そうだ、ちょっと社長に聞いてきますって電話止めてもらって、ああ、聞きに行って、ああ、この状況です。ああ、で俺がまあ急遽行くわと、そうそう、ブチギレ、そうそう、ブチギレ案件なんで行きますと、ブチギレ案件、途中まだ電話してないから俺ね、もうすぐ到着か。そうですね、ちょっと待たせてしまってますけど、ボタンでうちの YouTube 見たんですよ、材料買い取りますっていう YouTube 見たんですよ。そうです、で、月末に売ろうかなと思ったらもう早く片付けないって、あ、どうかなと見たらちょうどあの、はい、出てたらんで、はい、あっとる、OK です。はい、すみません、ありがとうございました。金の日見て、運動にしときます。はい、すみません。すみませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、本当に。よろしくお願いします。どうするこれで、お父さん家にいなかったら。さすがに俺もう父親がボール振るよ。雪とさ、ドローンでさ、相性がいいみたいな。綺麗に撮れるかもしれないとか言って。そうそうそう、俺にとも同じなんだよね。ハマ好きなものとかね。ボール振るも俺そうじゃん。一つだけ言っていい？はい。怒っております。クソジジイって誰か。クソ、クソパパ。クソがダメなんじゃない。あ、そっか。ジジイとかよりもクソもダメなんじゃない。ジジイよね。今日はあれか、収益使わん案件になるか。収益適してませんってなるんだったっけ、俺がペットボトルからなんか蹴っ飛ばしたりするとなるんだって。なんか適してませんっていうか、そのそうだね、適してない、なんか YouTube 広告に適してませんみたいな。なりますか。気をつけないと。そうなるな。はい。はい、ただいまー、お邪魔しまーす、お供、お邪魔しまーす、入るよ、いい、何、あー、何、おはようございます、ちょ、元気行きましょうか、元気行きましょうか、どう、言いたい、何を言おうとして、何をそんな連絡も入れてこんと勝手にぶち切っとんの。ぶち切っとれへんわよ。なんで何も言ってなかったでしょ。詳細聞いてみよう、詳細聞いてみよう、お父さんの言い訳を一回、じゃあ俺は23日に4日に、うん、お
来る言われては連絡を受け取ったんだわ。うん、だけどこんなまさか岐阜から来ると思わんもん、こんな雪のこんなすごいのに。でそれ電話しなかったでしょ、もう俺今日行けんぞって言わなかったんでしょ。何時に約束しとったの。いや全然何もないって、ただ向こうのたさんが23か24日ぐらいに行きますわと言っとったんだ。あ、日付は指定してないの。そう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 、はい、何も聞いてないよ。23日か24日に行きますわという。しかも23、24なんておとついて昨日だから今日じゃないですもんね。25の朝何時に持ってきますって決まってたわけじゃないか。言ってない言ってない、それ本当本当だって。俺じゃあ会社に電話しようか。俺別にそれなんか言ってないで。何も連絡ないんだもん。みなり、はい、いや今父ちゃん通るんだけど、なんか父ちゃんはいつのいつっていうのは指定されてないと。23か4ぐらいに来るもんでよろしくお願いしますね、止まっとったよって言ったんだけど、ちょっとさんがやってて。あ、お前全然わからんだ。はい、処理も何も残ってないの、メールのやり取りとか。父ちゃんは怒っていいものか怒っていいかもか、家まで突撃してきとるけど。あ、そういうことですか。いや父ちゃんは、いきなり今日朝寝上がったぞと。あ、ちょっと調査できる。多分平日であれば午前中は5番にいますっていうメッセージのやり取り。あ、だから平日って一人持ってきますねみたいな感じになっとったんだな。あ、じゃあ父ちゃん悪くないな。別に。そうですね。あ、了解です。お前も行かんぞ、ちょっと美代から聞いたけど、なんか今日ちょっと無理ですねみたいな感じで最初断ろうとしたんだろお前。あ、ごめんなさい。お前そんなもん気づかれてるの、逆に対してそれダメだろ、ほら緑。はい、もう切れるとこないもんで、ね、動画がボツっちゃうとかで、お前切れとくわこの野郎。俺を怒られとくでいいわ。ごめんね。とりあえずじゃあまたありがとうな。すいませんね、わがまま言って。ちなみに俺ここ来る時にそこ見てきたけど、全然別に凍ってないからね。いや本当朝見たら凍ったんだもん。クジラ掘れみたいなピッタリ見たら、あ、ええなと思ったで、俺は電話して、うん、社長と美代ちゃんが行きますから、うん、その買い取りの件はいいですって言ったもんで、うん、ああそういうことね。ああそうそう、これ事務所にマークしようか。でも今日本人いないからね、電話すればいいけどね。ここで美代も LINE 知ってるから。カズが休む日に電話しちゃったら、YouTuber じゃないな、あっちは。あそこは一般社員だから。お前そこを犯したら俺が、やっぱ会社が俺くらっちゃう。結局、父ちゃんは定かじゃないんだな。その、まあでも LINE 上では、わかりましたって一応言っとったんだな。はい。LINE で。はい、明日の9時か。夕方に会えてきたのか。昨日午前中ぐらいに多分やりとり。まあ、っていうことはまだ本人に聞かんと父ちゃん連絡した可能性もあると思うんだな。可能性はあります。父ちゃんさすがに言うだろう。まあ、ティーちゃんのミスってことだな。ひいてはお前のミスにつながるだろう。はい、そういうことだろう。連帯責任。やばいですね。でよくあるじゃん。なんか金のことだと結局俺が悪いじゃんってよくコメントくるけど、なんか俺が一番悪いから俺って絶対責任取らされるんだって。お金っていう。うん、なんか事故が起こってもなんでも手前だバカ野郎って言っとるけど、最終的にやっぱ俺が全部責任を負わなかったんだよね、どんなことに対してもね。はい、まあ、まあ、最後視聴者からしたら誰が悪かったのって最後まで言い分けてって思うけど、社長が悪かったらいいんじゃないですか。この社長が悪かったら悪いのと責任取るのが違うから、で俺が責任は俺が取るわけでしょ。そうだから責任は俺が最初から行けばよかったっていう責任を取っていただいて、だからもういいんだから責任取れたから、もう誰も悪くない。おかげ。そうそう、はい、皆さんぜひまたね、場所材、まあ本当全国でも行くし、あの枠材、はい、ああいうのも買ってますんで、まあ、自分たちでは使わないんですけど、まあまあそれは知り合いとかが買いたいとこも多いだろうし、まあそんなにいい値段買ってあげるかもしれないけど、ぜひ、はい、まあ、最後じゃあ緑の責任取って終わるか。社長を取ってくれる話でしたね。最後の最後でなんか違う人に責任を結びつけた。はい、また皆さんじゃあぜひチャンネル登録、チャンネル登録者20万人わずか、はい、ね、ぜひ登録よろしくお願いします。はい、はい、手だけお願いします。最後、せーの、迷うね。手だけ。